奈良田愛、16歳、アイドルグループ JPX48 の元メンバーで、握手会でトラブルを起こしてクビになりました。別にアイドルやりたかったわけじゃなくて、女ばかりのグループなら男と接しなくていいかと思ってました。もちろんそんなはずはなくて、高科歌劇音楽学校に入ったのは、今度こそ男のいない世界で平穏に暮らしたいから。舞台への夢とかトップになりたいとか、そんなのは全然ありません。ただ他に行くところもないので、ここでほどほどに波風立てずにやっていくつもりです。テレビアニメ歌劇少女、2021年7月放送開始。ようやく安心できる暮らしが。